はい、どうもドリークです。今日はこれです。ペプシ X、 ペプシネックス、ペプシマックス、そしてペプシ X がありますね。それで味がね、ドラゴンフルートフェイバリットコーラ、お母さんが買ってきましたね。新しいやつです。それでは開けてみたいと思います。はいね、色はね、ペプシ、普通のペプシよりか薄いですね、結構。透き通ってる感じがしますね。最初見た時は、お茶だと思いましたね。ティーだと思いました。アイスティー。お父さんはなんか、コカ・コーラとか、コカ・コーラというか、ソーダ、炭酸って言ってたからね。それではいただきます。あ、すげえすげえ。すげえこれ、なんか、うまいうまい。すげえこれ。うまい。ペプシマックスよりうまいですね、これ。1984年のペプシと一緒ですね。一緒の美味しさですね。新登場のペプシ X の紹介でした。Facebook 友達になりたかったら言ってください。あと、Twitter もフォローお願いします。今日はここまでです。じゃあね。